6月17日、奥州市の JA 江差で夏秋野菜の出発式が行われました。この日出荷されたのはきゅうりやトマト、ピーマンなど合わせて 4.5 トン。生産者や農協関係者らおよそ60人が関東方面へ向かう大型トラックを見送りました。出発式では公募していた江差野菜のシンボルマークも発表されました。江差野菜は JA 江差の野菜ブランドで、トマト、キュウリ、ピーマンを主力野菜にしています。シンボルマークは江差の絵の文字を図案化、山水に主力野菜3品があしらわれています。多くの消費者に親しまれ、将来にわたり安心信頼される姿がコンセプトです。JA の野菜部会長高橋光一さんのトマト畑です。広さは17アールで、他にキュウリ8アールやリンゴ畑50アール、水田25アールを持っています。寒い時期もあったんですけど、まず順調に来てるかなと思ってました。はい、JA 江差では今年度の野菜の販売目標を数量でおよそ2400トン、販売高で7億6000万円を見込んでいます。やっぱりこういう北上が土のいいところで作ってるもんですから、やっぱり味がいいっていうのは確かにあると思います。産地として期待されてますので、期待に応えられるような量もそうですけれども、美味しいやトマトやキュウリやピーマンをどんどん出していきたいなと思ってます。シンボルマークも誕生し、これから最盛期を迎える奥州市の江差野菜。北上川流域の肥沃な大地から育まれる江差野菜がいよいよ旬を迎えます。